今日夕方ごろ、千代田区の国道4号線で男性が車道に飛び出し、トラックと接触する事故が。ほっといてくれよ。ほっといてくれって。ほっとけって言ってんだろ。ほっとけよ。今日夕方ごろ、千代田区の国道4号線で男性が車道に飛び出し、トラックと接触する事故が。おい、立花、いるなら返事しろよ。おい、立花。大和さん、やめましょうよ。もう、いいんだ。ほっといてくれよ。君が妄想を壊したんだ。そして一人の人生を変えてしまったんだ。俺には守れなかったんだ。だけど副リーダーならいいよ。ふん？言ったろ、サキが帰って来られる居場所を作るって。だから俺たちのリーダーはサキ。それは絶対だ。で、たまたまリーダーが不在だから、副リーダーの俺がリーダーの代理を務めてやる。はい、とっても素敵な考えです。俺、少しだけ頑張ってみるよ。まあ、サキが帰ってくるまでだけだけどな。張り切りすぎんなよ。張り切りすぎるっち。これからも、よろしくお願いしますね。何がリーダーの代理だよ。うるさい。俺は口だけだ。何も守ることなんてできないんだ。中途半端に頑張ろうとするから。俺はいつだって中途半端なんだよ。だからもういいんだ。今までの暮らしに戻るんだ。自由気ままなニート暮らし。永遠に日曜日だっていいじゃないか。俺には向いてなかったんだ。うるせえよ。は？いいわ、開けなさい。でも本当によろしいのでしょうか。構わないわ。構えよ、そこは。こうなったらベランダから。誰にも会いたくないのに、このまま遠くへ逃げよう。どうせ俺がいなくても誰も悲しまないよ。ご案内にゃ。ごめん、そういう気分じゃないから。どうしたにゃ。いや、別に。元気がないならニャンドリーミンに来たらいいにゃ。今ならオープン記念でニャンとドリンク1杯222円だにゃ。きっと元気になれるにゃ。オープン記念か。興味あるにゃ。あの時俺はどうしたんだっけ。繰り返す今日の違和感に気づいてから。にゃにゃにゃ。
そっか、ここに来たんだっけ。そしたら先に捕まったんだった。だけどもう先は。いきなりすみません、ちょっと変なことを聞いてもいいですか。俺にですか。そうです、あなたにです。俺、あなたと会ったことありましたっけ。勘違いだと思います。あれ、違いましたか。ごめんなさい、最近こういうことが多いんです。なんていうか、一時期の記憶が曖昧っていうか、あやふやなことがあるんです。俺が壊したから。おや、どうしてあなたがそんな顔するんですか。それは別に困ってるわけじゃないんです。記憶があやふやだからって、むしろなんだか清々しい気分なんです。実は正直に言うと、少し前まであなたのような若者を見るとイライラしていたんです。秋葉原が変わってしまったって、そんな風に思ってしまっていたんです。俺にとっての秋葉原ってオーディオの街だったんですよ。あなたたち若者が思うようなアニメやアイドルの街ではなかったんです。だからこう、若者の文化っていうか、秋葉原を我が物顔で歩く若者が苦手だったんです。一時期は昔の秋葉原に戻ってほしいって毎日妄想しちゃうくらいだったんですよ。だけどね、最近そんな妄想もしなくなったんです。もう時代は進んでいるんだから、これからは新しい時代を若者が作るべきだって最近になってようやく気づけたんです。いつの間にか凝り固まったおじさんになっちゃってました。そうですか。なんだか俺一人で勝手に喋っちゃってましたね。いえ、見ず知らずのおじさんの話に付き合ってくれてどうもありがとうございました。俺はあなたみたいな若者を応援してますよ。だから頑張ってくださいね。秋葉原をもっと素敵な街にしてください。誰もが愛するようなそんな街に。それじゃあ失礼しますね。俺がしたことって。ここはリッピョンの妄想に侵食されてたんだよなって。あいつは確か、おかしいな、あの格好。やっぱりリッピョングッズどこにも売ってないよ。おいおい、ごめんなさい。いいよ。って、あなたは確か、久しぶりだな。こんにちは。どうした。何かあったんですか。だって悲しい顔してるから。悲しいのは俺じゃないよ。どういう意味でしょう。サーナ、メガネ君こそ悲しくないのか。リッピョンのイベントが終わっちゃったんだ。気づいてたんだろ、あのイベントが偽物だってことに。偽物ですか。僕にとっては紛れもなく本物のイベントでした。だからとっても楽しかったんです。だったら余計悲しいだろ。悲しくないって言ったら嘘になります。だけどこれでよかったって思ってるんです。なんでだ。だってリッピョンは救われたから、本当の百瀬リウに戻れたんです。だからもう一度頑張ってほしいんです。だけどいつかこの秋葉原から旅立っちゃうんだろうな。
ザップ東京、日本武術館、もしかして埼玉ハイパーアリーナとか、大きなステージで輝く立憑を早く見てみたいな。大好きなんだな。でもやっぱり羽ばたいてほしいんですけど、その分距離は遠くなってしまいますよね。でもやっぱり僕は大きく羽ばたいてほしいと思います。だから一歩ずつ階段を登っていってほしいんです。シンデレラストーリーの階段を無理せずに一歩ずつ、その一歩一歩を僕は応援したいんです。だからこれでよかったんです、僕にとっても、リッピョンにとっても。そっか。それじゃあ僕は引き続きリッピョングッズを探しますね。もしまたどこかで会えたら、その時は語り合いましょうね。妄想を壊してよかったのか。ここで初めてカノンが現れたんだっけ。ピンクマントの男を。そんな都市伝説を夢中で追いかけてたな。そして萌えのメイドの妄想を壊して。あれ、朝日様じゃないっすか。ま、ナナどうしたんすか。そんな浮かない顔しちゃって、朝日様らしくないっすよ。でも本当にどうしたんすか。何か嫌なことでもあったんすか。嫌なことか。どうしたっす。うん、なんでもない。元気が出ないときは体を動かすのが一番っすよ。動かす元気があればな。自分だったら秋葉原を走り回るっす。そしたら新しい発見がいっぱいあるんすよ。いろいろなお店や人がいっぱい。秋葉原って本当にワクワクする街っす。だから自分は元気をくれるこの街とこの街の人が大好きっす。まるで妄想みたいな街っすもん。え、妄想みたいな街。そうっすよ。こんなめちゃくちゃな街、どこの国を探したって絶対にないっすもん。だから妄想みたいな街っす。なんだ、そういう意味か。それじゃあ朝日様、自分はそろそろお店に戻るっす。元気出してくださいね。そんな顔、朝日様には似合わないっすから。俺だってめちゃくちゃなこの街が大好きだよ。そういえばヤマトのやつ、オタクなの必死に隠そうとしてたっけ。え、漆黒のその先には必ず黎明が待つ。それは新たな始まりの時だ。あまたの傷跡がそれを証明してくれるだろう。決して無駄ではなかったと。終わりが始まりならまた始まりも終わりだ。交差した光と闇、世界を包むのはどちらか。その旅路に暖かな光があらんこと。なんだよそれ、意味わかんねえよ。いつものレディオ会館だな。琴美の時が一番大変だったっけ。結局あいつの妄想を守ってやれなかった。あの時妄想を守るって約束したのにな。朝日様。あ、吉野さん待ってください。そのままで構いません。
私の話を少しだけ聞いてください。お嬢様を連れ出していただいて本当にありがとうございました。あれからお嬢様、朝日様たちのお話ばかりをされるようになったのです。ですから私は勝手ながらお嬢様の妄想が壊れてよかったと思っているのです。もちろんお嬢様には言えませんけど。だけどあそこは琴美の大切な場所じゃ。大切な場所ならもう見つけたみたいです。まあ、それでは失礼いたします。お嬢様と一緒に朝日様のお帰りをお待ちしておりますね。なあ、どっちなんだ、妄想って何なんだよ。ここの妄想さえ壊さなければ、俺が壊しさえしなければ、あの人は。朝日君は後悔しているのかな。お姉さん、後悔してる、だから立ち止まっちゃった、そういうことなのかな。それはこの町と一緒だね。え、明日を拒み続けてる、前へ進むことを拒み続けてるの、だから朝日君と一緒だなって。あ、でもね、朝日君は前に進めるよ、変えられる力を持っているじゃない。力なんてないですよ。大丈夫、きっとまだ間に合うよ。どうして。やっぱりこの町とは似てないかな。だって朝日君は立ち止まったこの町を歩いてる、だからね、立ち止まった人を救えるんだよ。もしかしてやっと気づいたんだね。そっか、そうだよ、一日を繰り返しているのならあの人はまだ。えらいえらい。お姉さん、ありがとう。行ってらっしゃい、朝日くん。だからね、朝日くん、きっとまだ間に合うんだよ。だってあの頃も朝日くんは助けてくれたじゃない。一人ぼっちだったあの子の目の前の道を照らし出してくれた。お姉ちゃん、僕友達ができたんだ。あの子が前に進めたのは朝日くんがいてくれたからだよ。